どうもシュガーソルトです。はい、ということで今日は、ケンタッキーの新作です。じゃあ早速ご紹介を申しする。チーズやる気ないんやったら一回地獄に落ちてから俺が天国まで引き上げてやる。あ、かっこいい引き上げてくれるの、誰でも死んでるけど結局チーズに溺れるフィレバーガーチェダーチーズ、こっちがチーズに溺れるフィレバーガーのラクレット。はい、チェダーとラクレットです。ラクレットってよくさこうやってやってるやつやんな。そうやな。あ、そうやな、うん、ケンタッキーなんてクリスマス以外食べへんからな。ね、あったかい。いただきます。あったかい。せっかくなんでハンバーガー行くか。じゃあももチェダー、チェダー。じゃあ俺ラクレットで。うんうんうん、チェダーチーズや。オレンジっぽいチーズ、うん、ザ・チェダーチーズ。いただきます。え、うまっ。おいしい。レンチンしたことによって、うん、チーズが溶けてるような、うんうん、ちなみにこれが、ラクレット。じゃあ俺ラクレットいただきます。うん、うん、おいしい。どうやら焦がしてみる。うん、じゃあチェダーいただきます。いただきます。うん、なるほど。うんうん、どっち派？チェダー。こっちはプンスカプンスカとちょっと匂う。あ、クモがお腹壊しそうなチーズの匂いが、うん、チーズ好きはもってこいですね。チーズ嫌いは絶対に無理。うん、まあ、あと見ての通り食べるのは大変です。前回の照り焼きダブルに続き、見てください、モーシーさんが化粧してます。イエーイ、今年初化粧。違う、それは違うよずっとすっぴんでした。もう違います。僕もやっと見れました、本気のモーシーさんかわいいね、うん、初ですよ。久しぶりじゃない、はい、でもこうやってちゃんとさ、うん、モーシーも化粧して俺も髪セットしてさ、うん、まあ誰かさんのせいですから全部。え、あんた帽子おさいだろボーっとしてんな。化粧したと思ったら頭はボーっとしてんのが今度。うーんじゃねえよ。次はカーシーが髪の毛セットするの放棄しました。ついにニット帽をかぶれば何でもいいと思い始めたこの男、年始からニット帽を探し始めて約半月、やっと見つけました。年始大阪帰った時にカーシーのニット帽のこだわりが強くって、なんかちょっと分厚めがいいみたいな。約1日ママと妹とモモとカーシーと途中からナナが合流してみんなでカーシーのニット帽を探しに行くっていう。ありましたね、そんな日も。うん、でめっちゃいいやつがあってんな1個。そう、なんかあのラバーボーイってあるじゃん、猫耳とかついてる、ウサ耳とか、うん、なんかあれの耳なしバージョンのニット帽があって、うん、なんかそれ結構ねボリュームでかくて、うん、なんか俺好みだったのそのボリュームが、うん、でめっちゃ迷ったの。でも3万円すんのよニット帽、うん、まあまあ高いやニット帽で3万円結構、うん、だから迷っててちょっと一旦考えるわってなって大阪では買わなくて、うん、で東京帰ってきて普通に、まあ、これも1万円ぐらいしたんだけど、アローズか、うん、そう、なんかアローズにあってニット帽で1万円って結構する。そう、1万円でも高いやん普通に。ああ、ただあの3万円見てたせいでちょっと感覚バグって、うん、確かに。でもまあ3万円買うか迷ってた中での1万円は、うん、だいぶお得やんぶっちゃけ。ラバーボーイってさ、ここにラバーボーイのさロゴがあるやんか、うんうん、シルエットはめっちゃ好きだったんだけど、そのロゴドンがどうかなっていうので迷っとった結果、うん、じゃあこれがちょうどいいじゃんっていう感じでこれにしました。うんうん、気づいたら服とかについてるパターンのやつやなこれ。気をつけな。でも美味しいよ。美味しい。最近もんが思ったこと言っていい？うん、もうチーズ多分あんま好きじゃないわなんか別にもないねん。昔からあの給食によくさ固形のチーズ出やんかった。あ、出た。ああいうのほんまいらんかったの。まああれはな、ぶっちゃけなんかキャンディーチーズとかさあって、あんなんも全然いらんかったの。モーシーってだから基本やっぱ癖強なものはあんま好きじゃないよな。うん、なんか女の子ってチーズ好きやん。チーズフォンデュとかよくしてるイメージない？ああ、確かに。いや、女の子ってチーズ、ママの周りもそうやけどチーズに目がないねん、ほんまに。うん、なんかチーズの美味しそうなのあったら、うわチーズだーみたいな、その感覚がないことに気づいた。うん、だからなんていうん、こういうポテトとかにさチェダーチーズがかかってるやつとかあるやん、はいはいはい、もう何もかけんといてくれって思うもん。別にあれ好きやけどな俺。そう、あれはあれで、なんか
主にチーズをかけることによってチーズの味しかしない結局。だからパクチーもそう、パクチー入れることによってパクチーの味しかしなくなる。そんなことない、それがモモは多分許されへんのかな。そんなことないって。別にそれでエビにさ、うん、チーズ炙りエビ寿司あるやん、うん、あれはいや、なくていい。ああそう、サーモン炙りチーズとかめっちゃうまいやん、あのくら寿司とかスシローの。ただサーモン炙ってるだけでいい。あれチーズがあるから美味しいやん。でもピザは、うん、ピザは好きよ。だから違うんだよ、うん、チーズが好きじゃないんじゃなくて、うん、癖のあるチーズがダメなんだ絶対。チェダーとかこういうラクレットとか。チェダーって癖ある？チェダー癖あるやん、ちょっと。ゴルゴンゾーラもそうやしさ。ゴルゴンゾーラは青カビが無理、うん、あれ普通にお腹壊すから無理だ。普通の、うん、あのよく一般的にあるとろけるチーズ、ミックスチーズとか、うんうんうん、スーパーに売ってるの方がいい。あんなんは好きやん。だってあのさ、一回 YouTube でやったキムチーズリゾット美味しくなかった。うん、美味しい。キムチーズチャーハンだっけあれ、うん、あれ美味しかったよな。美味しかった。でもチーズ別になくてもいい。何でもそう、別に。確かに美味しいけど別に。いや、もしのピザにはチーズいらないってことね。まあピザはチーズがピザやん。じゃあ赤からの締めのチーズリゾットあるやん、うん、キムチーズリゾット、うん、あれもチーズいらないと。いや、てかほんまほんまリゾット選ばんもん。締めもうはきしめんかラーメン。もうラチが飽きません、この人とチーズってやっぱずっしりくる。もういいチーズの話まだチーズの話。カーシー今度ご飯作ってや。何の話やねん急に脈絡なすぎてるって。じゃあいいよ、チーズコース作るわ次の日ももが動かれへんくなっても知らんで。カーシーが作るチーズ料理は必ずといてもらえる。カマンベールに始まってチェダー、ラクレット、ゴルゴンゾーラ複数のコース、複数コースや。全部モーシーの腹をぶち壊すコース料理。ほんまに最低やで、そんなことしたらもうよ、腹ぶち壊れるどころの騒ぎじゃなくなってくるから。ほんまに気絶して倒れて救急車で運ばれるまで行くかもしれへんから。マジでこれありえる話。かもしれへんで言ったら別に何だっていいねん、そんな誰だって一緒や。俺だってかもしれへんねん、救急車に運ばれる。そんなこと言わんといてや、なんで運ばれんのなんで運ばれんの。もし料理で腹壊してでも、モーの料理で腹壊してカーシーが救急車に運ばれるときは多分一緒だね、二人とも緊急目が偉すぎて一緒だね。カーシーが運ばれるときはいつも一緒さ。最近ガチでダイエットしないとやばい、ほんまに。って言いながらお菓子食べてました、今日も。ほんまいい加減にしてほんま。もうほんまにもうやばいね、こんなんも食べてもうてるしさ。お菓子やめればいいなと思いますいや別に俺何も言ってないもん、ダイエットしろとかさ何も言ってないで俺は。なのにモーシーがもうダイエットしなきゃほんまにあかん、もうモーシーがダイエットするって決めてん。で今日の昼もうお菓子食べていい？お元気でいくんじゃねえ。夜はダメだけど昼間はいいの。夜に食べるのやめるだけで違うからね。いや普通に夜にお菓子食べる人なんてあんまいないよ。ここにいます。だから言ってますよね、俺は別にやめろとかそんなお菓子の頃みたいに言ってませんよ。僕はモーシーさん何にも、なのにモーシーは自分でダイエットしなきゃいけないとか言っといてお菓子食べるときに俺に判断を仰いでくる。ズルです、これ。でも人に責任をなすべきようになってます。モモは言ってます。カーシーお菓子食べていい？モモ言ってます。食べたき食べたらいいよって聞いて。モモは言ってんねん、カーシーにお菓子食べたらあかんって夜ん深夜夜お菓子食べるなって言ってる、カーシーに。なのに約束破ってねん。約束してないもんだって俺別にねえ、カーシーのこれからの健康のことを思って言ってんねんから、ちょっとぐらい言うこと聞いてそんな待って、毎日毎日食べてるじゃん。何やん別に。食べてるやん。食べてねえや。あー昨日だって片揚げポテト一人で一袋食べよって夜中の1時ぐらいに信じられへん。その後朝起きてきたらチョコ、カキピーのチョコ漬けみたいなのが袋開いてその上置かれとったやん。もうまだこいつこんなもんも食べてしまったかと思ってしまって、もうそのくせしてくらし、やべ肌荒れた言うやろ気休めに今日はウーロン茶頼んだんやろ、いつもコーラ頼むところをこんなんでな
こんなんでな意味ないねん。お菓子夜中に食べてるやつがここでウーロン茶飲んだところでな、あ死ぬ変なとこに詰まって死ぬ、あ死ぬ、今日は絶好調です一緒やんだから、うん、だから一緒やんなそれ、あもう太った、もう一人痩せなやばいとか言って、うん、お菓子食べてるもう一人と一緒やんて、別にお互い様やそんな言いますけど、どうなったよここのニキビ野郎は。えあれ無理やで、あれもう治らんもん。えなんで、あれは病院行かな、治らんねん。病院行けよ。じゃあ別に行きますけど、なんで差し出されなきゃいけないんですか。いかんよ、あれで来てからもう1ヶ月ぐらい経ってる。ダイエットでダイエットするするって試合やん、そんな一緒やん別に。あんた自分やんないくせに人にしろしろ言うのやめ俺言ってるか、もしにダイエットしろダイエットしろ言ってない。俺言ってる、言ってねえよ。あー、ケツがたるんできてますね言ってねえよ、ケツたるんできてますね言ってねえ怖怖い、この怖すぎるじゃあこれ食べようぜ、そろそろ。何それ。これはもうね、ミスドといえばこれこの男ミスドにと思ってたの。これケンタッキーといえばこれポンデリングいい感じにしろよ、いいしろよ、いいおもろいね。ミスド、でもこれ見てドーナツみたいでしょこれ、ね、これってでもさ、レンチンしたらサクサク感なくなっちゃうんじゃない。なくなんねえや、もうレンチンしなくていい。もし食べたことねえだろ。ある。じゃあまた1個レンチンして、1個レンチンしなきゃいいや。もうレンチンしなくていい。はいはい、勝手にしてせーので、いただきます。今日いただきますした、うん、したっけ。いただきます、いただきます。これはな、食べ方があんねん。はい、まずこう割ります、半分に。それ割っちゃうので、ここにメープル。もも一回メープルなしで食べていい。いいよ、いただきます。うん、メープルだけいっぱいかうん、はい、メープル欲しかったらあげる。じゃあカーシーに教えてもらった。でもこれ結構かけてもマジで平気だね。いただきます。いや、全然じゃん。ちょうどいいや、このぐらいが。あったかい方食べてみる。うま、どっちがうめんね。こっちだよ。そっち。ああ、おいしかった。どうしましたか、帽子として。とて合わせて今まだ食べてる。ごちそうさまさたばさ、買い物行ってこよう。懐かしい。シュガーソルト、はい、ということで、はい、今日はね、報告があります。はい、なんとこの度モーシーさんの夢が叶いました。モーシーさんの方から発表を。シュガーソルトでなんとテレビ出演が決定しました。もう収録とかも終わって、うん、もう多分ね、これこの動画が出てる頃には多分もう放送されてるかどうかって感じなんだけど、なんとシュガーソルトでね、うん、テレビに出てきました。はい、テレビって言ってもテレビ大阪、うん、深夜帯の、そう、深夜帯の番組なので、大阪で見れるのかな、うん、東京で見るにはTVer とか、そうだね、であとなんか YouTube でもなんか配信されるらしくて、気になる人はぜひね見ていただければという感じなんですが、はい、まあ何はともあれ、うん、モーシーさんやっぱりテレビに出たいというね、夢がありましたから、モーシーさん、そう、それがまず一つ叶ったということ、はい、おめでたい。これを機にどん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 とメディアに露出していけたらいいなって思っております。僕は怖いですまあこれは番組名がギャルモンのすすめっていう、まあ、ギャルたちがたくさん出てる番組やねんけど、簡単に言うと、まあ、モーシーが俺との悩みを、うん、まあ、打ち明けて、うん、僕がギャル含めモーシー含めボコボコにされるという、ボコボコにしましたすごく不安です。でもその番組の後からカーシーくんが心境の変化があったみたいで、
それが結構伝わってくるのが嬉しくて嬉しくてそうですか、はい、伝わってきますか、はい、まあ、悩みの内容とかをしっかりみんなに見てもらって、うん、その後動画内でどう変化があるのかっていうのをみんなにも見てもらえればと思います。まあ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 、まあ、まあ確かになんかこういろんな女の子の意見聞くことってあんまないやん、うん、そうだよなって思う部分もあったので、まあねやっぱ改善していこうということで、うん、あの気持ちを切り替えてねやってます。まあ1月からこんなにねちょっと目標に近づけるようなそうねお仕事がいただけたから、うん、今年はいい1年になるんじゃないかと、うん、でも思っております。まあ、うん、そうですねまあこの他にも発表することもあったりとか、うん、まあいろいろね、まあ、新しいことチャレンジしていきたいなっていう年なので、うん、次は男子の意見を女子にぶつけるみたいなね、男子6対女子1ぐらいの番組でモーシーさんボコボコにできまるないだろそんな番組ないだろ、なんでねんだよ、ないよ。シュガーソウル、はい、ということで、今日はケンタッキーを食べてご報告をする。ケンタッキーを迎えましたね。迎えてません迎えてません。今日はケンタッキーを食べてケンタッキーを迎えてしまったけど、そんなのも洗い流すために洗濯機に入れてやっていこうという感じで、ここでモーシーさんに選択肢を与えてみましたが、どうしますか。ラッパー歌詞だラッパー歌詞が出てきましたけど、洗濯機を選びたいと思いますこのインフマれる感じ懐かしい。付き合った当初は歌詞がね、いろんなものを見ながらこうインフ見ながら歩いてね、よくねインフマされましたよ、こっちも。ちょっともしもやってみて、でももうよくわかんないままインフマされましたよ。ということで、ケンタッキー美味しそうだなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、拡散よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。なんだよ、別にしたきゃすりゃいいだろって、するよ、何も言ってんねえよ。頑張る。だからするのはいいよ、するのはいいけど、そのお菓子食べたいとかさ、そういうのさ、俺に判断を仰ぐのはちょっとずるくない？じゃあ自分で食べても自分自己責任だから。そうそうそう、別に食べたきゃ食べればいいじゃん。で別に俺は食べてもう何とも思わないし、うん、別にね食べるなとも言わないし、だそれをやっぱなんか、なんか俺に聞いてくるやん、いつも。だってお菓子食べていいかし、変な目で見てくるんだもん。見てあ、こいつお菓子食べてるみたいな感じ。だからでもさ、ダイエットしなきゃ、ダイエットしよう、ダイエットするって言ってるのに、うん、お菓子食べてたらんとか思うやつ。桃流のダイエットやから、これ今後お菓子食べてても気にしやんといて。じゃあ、うん、気にしてないって最初から。分かった、じゃあ分かった、うん、じゃあ分かった、じゃあこっちのせいみたいな。なんであんたがなだめてんだよ、こっちで。分かった分かった分かった、やめるやめてよ、やめてよ。ああ。